異性化は、ある分子が原子の組成は全くそのままに、原子の配列が変化して別の分子に変換することである。これらの関連する分子のことは異性体と呼ぶ。ある条件下で自発的に異性化する分子もある。多くの異性体は、等しいかほぼ等しい結合エネルギーを持ち、そのためほぼ等量が存在する。これらは比較的自由に相互変換でき、 すなわち二つの異性体感のエネルギー障壁は高くはない。分子間で異性化が起きると定位反応とみなせる。有機金属化合物の異性化の例には結合異性からのデカフェニルフェロセンに f e の生成がある。炭化水素の接触分解中の異性化は有機化学においてよく用いられる。燃料中では ペンタンのような直鎖状の異性体は、白金触媒の存在下で加熱される。得られた直鎖と分岐の異性体の混合物は、その後に分離される。工業プロセスでは、N ブタンからイソブタミへの異性化も行われる。トランスシス異性化では、特定の化合物が、機械性体同士で相互に変換する。例えば、マレイン酸やアゾベンゼンは、しばしば高異性化する。他の例には、 レスベラトロールのトランス体からシス体への光化学変換がある。その他の事例には、シクロヘキサンの2つの立体ハイザのように実際の転移が起こらないハイザ異性体感の異性化、生化学におけるアルドース、マイナスケトース異性化、ブルバレンのように異性体感の急速な相互変換が起こる流、変分子、単結合と二重結合の位置が変わるだけの異性化等がある。 二つの異性体間のダイナミックな平行が、確立された状態を互い変異性と呼ぶ。寛解成果では、肝式化合物が形成される。二つの異性体間のエネルギーの差は、異性化エネルギーと呼ばれる。実験的にも、計算的にも低いエネルギー差の異性化には、二タンの急熱的トランス指数異性化キロカロリー、モル、イソペンタンから N ペンタンへの接触分解キロカロリー、モル、 トランスクリプションマイナス -2 部点から1部点への変換キロカロリー、モル等がある。ありがとうございます。